え、なんかコスプレイヤーエナコがセクシーで際立場合、こっちショッチと公開して神々しいという声があったから。エナコはどうメントリーで、写真集、オフコスメ。オフコスメを1万部突破10万件ってたくさんの手に収まってもらって嬉しい。ってことでね、インスタグラムでセクシーショット投稿したらしいんですけどね。うん。これについてね、思ったことなんですけども。うん。まあ、正直、まあ、スーパーとかで見る人妻の方がまだ可愛いかな、みたいな。ちょっと思ってしまいましたね。はい。全然、ダメとかじゃないんですけど、うん。結構、普通かなみたいな、風にはちょっと思っちゃいましたね。でも全然エナコもなんか、ね、まあ、コスプレで、なんだ、年収5000万とか3000万とかっていうことを言ってますし、まあ、頑張ってるんで、まあ、全然、ありはありだと。皆さんよければね、手に取ってみてあげてはどうでしょうかというふうにはちょっと思いましたけどね。